初めまして、プラネティーヌの地味な方の女神のネプギアですって何ですかこの原稿なんかおかしくないですかはあひょひょっとしてスカートの中見ましたふううエッチ最低あなたみたいにぐうたらで仕事もしないでいつもふざけてて身内に迷惑ばっかりかけてる人大っ嫌いです 私、前回は主人公だったんです本当ですよ今回はこんな扱いですけど前はすごい大活躍だったんですからおやすみなさい今日も一日お疲れ様でした起きてくださーい朝は早起きして規則正しい生活をしないとお姉ちゃんみたいになっちゃいますよ <laughs> 早くあなたに会いたくて、お迎えに来ちゃった。一緒に登校してもいいよね。ああ、よかった。そろそろ来るかなって思って、ここで待ってたの。一緒に帰ろ。行ってらっしゃい。無理して働きすぎて、体を壊さないようにしてくださいね。お帰りなさい。今日も遅くまでお疲れ様でした。 今夜はゆっくり休んでくださいね。あの、一緒にライフゲームをやりませんかやるっていうより見てるだけなんですけど、あのドットが増えたり減ったりするのをずーっと眺めてるの面白いですよね。えっと、初めてなんです。お姉ちゃんより好きな人ができたの。だからその、私とお付き合いしてください。 何がダメとかじゃないんですけど、その、あなたは普通になしかなって。ネプステーションご視聴ありがとうございました。また見てくださいね